はい、では配布検討やっていきます。はい、今回の方はこちらの方です。まあ、お茶さんは、僕が福岡行った時にね、お会いしてご飯ごちそうになったり、マーチャオも一緒に行ってましたしね。あとはまあ最近だったら高速卓の方もねやってくれてるんですけど、はい、まあ、ちょっと前回の成績になるんですけど、今回ちょっと送られてきてなかったんで、まあはい、まあ昔から麻雀されてる方なんで別にうまいとは思いますがね。はい、お茶さんは、ラスカヒルールでということで見ていきます。で、配布2本あるんで、もしサクサク見れるようだったらサクサク見て2本まとめちゃおうかなと思ってます。はい、あ、一応風浪率と上がり率だけ見ておこう。風浪率 48%、 あ、高いな。上がり率は 25%、 うん、そうですね。報酬率もちょっと高いけど、まあでも、はい、割と麻雀は近いと思うので、はい、見ていきます。はい、とにかくペーチャードラがチーマンです。トンプーか、トンプー2個か、了解です。じゃあまあ高速卓もトンプーだしね、まあちょっとそういう意識で見ていきます。トンプーのがかなりシビアというか難しいんですよね。ハンジャンは結構まあトンバはオーソドックスに打って、でナンバはまあ、調整するみたいな。まあ、結局まあトンプー戦っていうのはね、半チャン戦のナンバをやるだけなんで、まあ基本的には含まれてる。だから俺がよく言うのは、その俺トンプー苦手だわみたいな、半チャンの普段人がね、気持ちはわかるんですけど、ただハンチャンにもトンプー含まれてるんで、そもそもトンプー苦手イコール麻雀苦手ってことなんで、はい、俺は頭悪いなっていつも思うというかね、まあ分かりますよ、当然ね。接戦の難入した場合ってあんまりそこまでないから、苦手というか、その難しいなってのは分かるけど、逆はいいんですけどね。トンプー打ってる人がハンチャンのトンバは分かんないなって、打ち方がね、それは別に正しい。実際に含まれてないからね、トンプーばっかり打ってる人が。ただハンチャン打ってる人はその中にトンプー含まれてるんで、接戦のナンバーはトンプー戦なので、だからまああんまりね、俺はいつも頭悪いなと思うんで、ハンチャン勢の人は言わないようにしてください。はい、まあもちろん両方ともね、俺ハンチャン打ってるけどトンプー戦も苦手だしハンチャンも苦手だしっていうなら正しいですけどね。俺ハンチャンは強いけどトンプは弱い、それはおかしいよっていう、日本語的に。まあそんな感じで見ていきましょう。はい、トンプなんでまあ注文仕掛けていくかな。ドラのチーマンもあるんでね、まあ、トンプは基本的にはガツガツ上がる。1000点上がると結構その1000点が大きいのでね。はい、ペーペーなんで、これもペー切るな、俺はな。急走とか切る人も多いんだろうけど、やっぱペーの重なりは生きないけど、急走の重なりは生きてくるんで、普通にポン材として。もちろんだから4巡目とか超えてもね、こんな風に切るわけじゃないけど、この順目1巡目とかはもう俺はペイ来てますね。ちょっとでも重なり見る、いいっすね。さすがといったところ。チュンポンする。まあチュンポンして、急走、まあこれは別に急走か、まあ急走が普通かな。縦受けは同じなんで、横って言ってもね、まあ、チュンチャンパイここら辺あるんで、そんなこっから2メンツでもなくてもいいと思うんで、まあ一応これは急走にしときます。まあでも何シャーで他の人の役配を潰すって言われてもね、別にそんなに、あ、シャーなんだ、潰していくんだ。面白いね。自分が役配もう投げたら、まあ、早いリーチに対応するかっていうのは難しいですよね。でもこれは別に個性あっていいと思います。まあ、少なくても僕の手元に、この手配から、シャアじゃなくて絶対急走打った方がいいっていうデータは今のところないので、はい。僕は結構好きですね。本当に超まっすぐ上がりに行く。守備考えずに。準備も早いしね。はい。まあ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 。うん、ドラも重なって。はいはい。うんうん。はいはい。はい、高め漫画。はい。まあ、3ピンチ、ね。まあ、普通にいいかなと思います。ここで一数マンの現張り、イーマンがリーチ社の現物ね。今、上茶リーチ入って。はい、うん、そうですね。3枚から6枚。打点はまあ、マンガンはなくなっちゃうけど、いいと思います。はい、まあ、基本的には全部押すので、痛いけどしゃあないな。うん、基本的にトンプー戦の両面テンパイとかおやりでも何でも押していいんで、打点関係なしに、まあ、それは覚えておきましょう。はい、とにかくシャーチャドラが初。ハイパーイシャンテンか。うん、まあもう別に。うん、何切る。うん、シャー切る。唯一 EP 引くとちょいむずか。それぐらいか。嘘。シャンテン戻し Q1 で単ヤマまで見るでいいんじゃないかな。それ以外って言うとまあ、ウーソーになっちゃうけどね。まあ、9万で、うん、そうっすね。ちょっと準備も早いんで。で、トンパツでザンク上がってるってもでかいしね。E ピンヒーター、まあこれは9万しかない。まあ、あとはチーテン取るだけだね。まあ絶対取るだろうし。トンパツであの泣きしてるしね。うん、そこは安心感がある。はい、ローピンの9ピンかウーソー。これな、一応トイメの仕掛けある。カンパーピンは悪くはない。まあ、9ピンかウーソーでいいんじゃない？うん、まあ、あんまり具形テンパイそんないらないっていう人は、まあ、9ピン切る人、9ピン切る人多そうかな。パーピン裏目ってもどうにでもなるしね。まあ最悪リーチ別に役あるし、まあ、3ピンパーピンのチーテンだけ、まあ、それだけは一応まあ逃すけど、ただまあ上がりたいんだけど3ピンを換3ピンで注意してもいいよな。9ピン切ってな。あ、嘘来たか。これ9ピン切って、この形で3ピン、換3ピンチーでも、カンパーピンテンパイよりね、その時点でカンパーピンが2枚切れとかなってたらね、むしろ、いいシャンテンのこの3ピンチーの方がいい可能性あるしね。それぐらいのレベルだから、まあ一応俺は9ピンにしておきます。はい。まあただストレートに一通を見ていった。はいはいはい。パーピン出た。お、ナイス。うん、これはなんか、結果、超オーライ。うん、まあこれもな、まあ別にトイメン、ドラも打ってきたし、自分の打点2000点。まあそうですね。もちろん点数浮いてるから補充したくないけど、結局こういうのは難しいですね。補充率が何パーセントの範囲から止めていくかっていうのがね。まあ、ただ少なくてもまあこの数ピンの後に何切りがあるんで、かなりヒントにはなってるね。で、ここで数ピンの後に何切りなんで、まあ普通にね、基本的にはトンプー戦はまっすぐ打つんで、まあ、この時点でターツはできてる。で、まあ、ピンズはない。うん。で、しかも量刑って読んでいいんじゃないかな。まあ、最悪両面インシャンテン。で、テンパイも普通にあるって感じで。で、まあ、どこっていうのはまあ、そうですね。まあ、一応、マンズの食い伸ばしがちょっと少ないぐらいか。この時点で、数ピン来た時点でターツができてるって読むから、ってことは、マンズの食い伸ばし、例えば、まあ、3344あるのかな。ままあ、マンズの3344でリャンウーマンの二度受けはまああるけど、例えばだから3456から泣いてる、スッチーマンとか、一応普通に純粋のスッチーマンで当たるとしたら、トイメンがここで3456のひっつきのいいシャンテになってるから、そんだったらスーピンも残すよねっていう、これで知恵して普通のスッチーマンが出てきたら、スーピンのひっつきはなんでいらなかったのってなるから、まあ、一応そんな読みはできますけどね。ただ準備が深くなるとね、まあ両面じゃなくても固定することあるんで、強いポン材とかね、例えばパーソーとリャンソーとかね、パーソーリャンソー統一でマンズ34スーピンとかだとね、まあもう形決まってるって言って泣き手だし、スーピン切るとかもあるんで、だから両形って決めつけるのも危ないですけどね。何も考えずに打ってりゃ両形なんだけど、ただそんなにみんながパンパンでいくわけじゃないのでね。そんな感じ。まあ一応もう見ちゃうか。はい、トイメンはどんな感じですか。あ、両面しちゃってないしな。はい、ただスーピン先なんだね。しかも食い伸ばしでしたね。まあ普通は3ピンウピン見るかな。受けをね。これでね。ただまあでもこれが強いもんな、まあそういうのはまあ配布見てね、勉強していくのが一番いいかな、人の読みはね。それこそ 場によってこういうの違うんでね。ただ何も考えずパンパンに行くんだったらそれは何切るし、ただこのジャン玉の玉の間においてどういう風に打つ人が多いかなっていうのは考えてね。それこそ赤引いたら、赤ウーピン引いたらめっちゃ嬉しいから、まあ俺は一応残すけどね、まだね、早いからね。はい、まあ、ただ逆にここが食い伸ばして連続系でいい形だからこそ残してたんだよな。やっちゃってたね。まあそういうのは、まあ配布見て、あ、ここからもう形決める人が多いんだとか、ね。はい、で、ここでチーデン取って、で、あ、トイメンがここで、なんてらっしゃいって、だね。はい。で、あとは何を止めて、あ、パス当たった。そうですね。はい。まあ、ただ、発が出たから絶対にテンパイっていうわけじゃないからね、難しいね。まあ、トイメンのこのツモが、ここでね、数万引いて、これテンパイで初切ったけど、ウーマン、ローマン、ローソー、チーソー引きでも初食えると思うんで、まあ、初出たからテンパイ、そういうわけでもないからむずい。はい、ローソー、チーソー、ウーマン、ローマン、ツモでも同様に初が打たれると思います。はい、でこれ、龍曲じゃない。横移動した。シャーチャドラローピン、はい、まあ手配めっちゃいいですね、はい、単品系とか泣いてもドラある、はい、まあとりあえず普通にいって、まあ、数万だけ泣くかなって感じ、ドラ3になったとりあえずローマン切る、まあ結構何でも泣くんでもああ、そういうことか。リャンピン引いたら完全にシャンデンになるからか。いや、まあ、タイヤを見ていいピンのがいいとは思うけどね。そうだな。ドラがローピンじゃなかったらね、ローピンとかもあるんだけど。ドラがローピンな、ローピンはちょっと切れない。いいピン。ここが普通の3ワン数ワンとか両面確定だとね、まあいいピン残しで全然いいと思うんだけど、まあここ両面での単野を確定してないから、まあいいピン切って全泣きが一応俺は推奨します。はい。まあ両ピンだけ引いたらまあそれはもうしゃあないかな。両ピンもし裏目ったらもう3万両枚いくかっていう感覚かな。もう完全泣きたいに青だけ見るっていう感じで、はい。でも嘘ストレートに切りました。なんも引かないな。あ、リーチ入っちゃった。リーチ入ったか。まあ、これはもうチーピン3万で降りていく。はい、完全ベタ降り。はい、で、横移動。まあ。はい、次いきます。これもまあ、面前としてはいいですね。はい。中連5シャンテン。いきます。まあ、いいピンハクととりあえず切っていく。ハクから切った。ちょっと統一系もあるっちゃある。あるっちゃある。まあ、とりあえず数層切っとくか。そうですね。難しいけど、ちょっとね、まあ、あんまり愚形リーチ打って、親襟に追っかけられたら最悪なんで、まあ、ローマンとかで両面固定してもいいですね。まあ、普段 M リーガーとかに両面固定かなり嫌いますけど、ちょっとこういうなんか、愚形リーチはどうしても打ちたくないっていう局面においては、なんか、結構ようわからん手配だから、これ。かといってなんか、トイトイとかね、チートイでもないしね、どう考えても。なんかこういう手は結構なんか想像の高めも安いんで、なんかもうローマン切るのが結構バランスいいかなと思います。結局まあ、ローマンチーピン縦でカムピン逃しても全然痛くないんで、はい。まあ別にこっちでも全然問題ないと思いますけどね。はい、まあ、もしこれが別に迷わずね、チーソーしかないと思って切ってるならいいけど、もしなんかよくわかんない迷うなって思ったらこういう形に関しては結構ローマン切っちゃってもいいですね。789の変化とかもちろんあるんだけど、まあとりあえずどっち切るかって言ったらとりあえず数ピンですね。91切るかって言われたら、まあ数ピンから横伸びあるんで、まあ91切って3ピン引いた完全にしちゃって見るっていうのも別に なくはないんですけど、俺も数ピン派ですね。まあ3色に移行するパーピン引きは、テンパイはしちゃいますけど、まあ、そこでもしパー1が薄かったらテンパイ外しとか、まあ、そういう選択肢もなくはない。であとはまあパーピンチーから入るとかもなくはないかなって感じ。あんまないか。パーピンチンから、がむしゃらに79行くって、ちょっとそれもね、まあ、行くとしたらパーピンチーしてローマンだけど、ちょっとそれもないかな。まあ、はい。とりあえずそんな感じでした。だからもうこういうのもチーピン先切りとかね、しちゃってもいいしね。はい、パーマン1枚切れた。はい。あ、チーソーで宝珠か。確かにちょっと宝珠は痛いけど、まあそうっすね。まあ想像の高めはもうトイメンに事故は、まあ事故っすね、これはね。で、上茶に対してもまあ、そんな危険杯ちゃうし、そんなってか危険杯じゃないし、そうですね、まあ、下茶には泣かれるかもなぐらいの感じか。まあ、これはしゃあないと思います。はい。はい。で、オーラス、親でドラがシャ、手がめっちゃいいですね。まあ、これも普通に行くだけだ。で、まあ、5パーが、まあいいか、普通に行くだけ。はい。9万切る。もうやめちゃって。はい。パースを切る。数層ひっついたら、両万3万切って、単4を確定のターツにしていく。ローピン。数層切る。しゃあない。しゃあない。ウーマンチーテニック。まあ、ウッパーマン3枚目。まあ、取らないですね。はい、うん。3ピンつもぎり。うん、ナイス。ね、ローピンとかちょっと、ね、E ピンが3枚切れじゃなければローピンとかもあるけど、まあ、3枚切れなんで3ピン。ナイス。うまいね、やっぱね。基本的にそんな変な密がないんで。うん、ここら辺の順面になってくると、まあ、ローピンでもいいよな。ローピンと9ピンじゃ安全度が段違いだし、ローピン来てもなんとも思わん。うん、マンズも安いしね。もう一数万ウッパーマンで最終形にしちゃうかな。はい、ローピン切る。うん、うまいな。うん、そつなくこなしていく、すべてを。はい、でもここら辺だったらチーテンとかもポンテン取るし、ローマン2枚切れいらん。あ、残すか。まあ、一応パーピン2枚、はい、パーピン1枚、ポン。うん、いらんな。まあ、いらんけど、上茶だけなのか。チーマン3枚見え。パーマン1枚見え。まあそうか。受けがほぼないけど、全員に結構大丈夫そうか。まあ上茶には純粋な無筋とはいえワンチャンス。うん、まあまあ別にそんな悪くはないかな。ちょっと安全すぎるか。で、K 点も取りたい。いや、K 点取りたいか。ちょっとラス回避だから終わらしちゃってもいいけど、K 点、テンパイ取らず。うん、まあでも。ああ、これはまあ、チーテン取るな。うん、はいはい。で、あとはまあ一応最終的にテンパ外すかどうか。テンパ外したら、ラス回避確定。ただ、トップも見たいので、まあ基本的には外さないかな、これは。うん、もうちょっとなんかね、自分が2着で終了できるとかだったら絶対外しますけど、まあちょっと3着終了の可能性が高いし、まあ時局手入れば普通にトップある。上茶とは1万点差。まあもちろん上茶がマンツもされたらラスっちゃうんで怖いですけど、まあでもこれは別にいいかな。まあ一応上茶がね、テンパってたらマンツも条件残るんですけど、上茶脳点の場合は3000点か、もしくは4000点上茶と点差つくんで、その場合はマンツも条件なくなるってのもでかいか。取るね。はい、まあ上茶が絶対テンパってるんで、もうなんかめんどくせえからもう3着角行くっていうのもそんな悪くはないと思いますけど、ただまあちょっとこれはしなくてもいいかな。うん、はい。で、上茶もの実装、うん、フリテン。はい。そうですね。いいと思います。はい、親で、上茶のマンツも条件なくなってるんで、まあ、上茶がリーチ来た時だけは絶対に振らない。振りたくない。はい、って感じで。うん、もういいシャンテンか。とりあえず、まあ、ローピン切って。あ、数層か。678以降見るか。そうですね。ウーピン、スーピンがここと受けかぶってるけど、678の方を見ていく。うん、別にそんな変わんないかな、言うほどね。はい。うん。まあ、3ピンで。678見てるわけちゃうんか。はい、まあまあ確かに、ダイレクトでもう、そうだね、俺はちょっとこの手組だったからもう678、ローソー引いた瞬間に678見えるからそっち見るかなと思ったけど、あ、そういうわけじゃないのか。まあそうですね、まあ、リアンピンが良さそうだし、まあ、いいと思います。はい。ちょっと、ローピン残しから俺はちょっとそっちかと思ってたから。いや、3ピンって言ったけど。うん。はい。ローマン切る。チーソーもサクッと切っちゃう。はい、まあ、9層3枚切れ、パーソー2枚切れなんで、で、全件無筋。うん、いいと思います。はい。うん、これはまあ、チュン切るかな。まあ、一数ピン引き嬉しくないから、超守備型でチーピン切るって言っても別にそんな悪くないか。一数ピンちょっと厳しい。うん、別に悪くはない。上茶の安牌をこういう時は考える。上茶の安牌、チュン切っちゃうと、Eマンと急走しかない。で、自分がリーのみでリーチ打つっていうのもちょっと嫌だから、うん、まあちょっといろいろ選択肢あるかな。例えば一数ピンが普通に枚数あればね、まあそれこそローピン切るとかもあるかもしれんし、リーチ打つとしたら面ピン高め E 平行でリーチ打ちたい。リーノミはいらない。ローピン切りとかね。まあ、別になくはない。はい、ただ今回イスピンスインで、まあ一応俺はチーピンでもいいかなっていう感じでした。うん、チューンね。まっすぐチューン。はい、いいと思います。はい、うん、リーチ入った。まあこれは振ってもいいんで、前置するだけ。羽間振ってもいいんだよな。うん、3腕しかないと思う。はい、羽間振ってもいいんで。で、まあ、これでも、ローピンでも、あ、ローピンが今通ったってことか。ローピン通ってもいいシャンでは維持できるが、3万ひっつき、まあ、そうだな、ちょっともう3万しかない。うん、3万しかないと思う。特別3万を怖がって止めたい。まあ、そうですね。やっぱりダイレクトテンパイでリーチかな。うん、そうだね。トーイメント2800点、実質上がりトップみたいな感じだから、そうですね。もう3万来て、全部リーチで。はい、ちょっと弱気すぎるわ。あ、積もられる。はい、終わった。はい。うん、ちょっと待って、メッセージあったな、そういえば。忘れてたな。ちょっと待ってね。細かくメッセージがあったんだけど、多分まあ俺の場合は配布検討で結構言うので、細かいとこも。どこだった？ちょっと待ってくださいね。LINE も履歴が、ああ、今メッセージ送ったから上にあるんだ。そうそうそう。はい、じゃあ一応ちょっとね、トン3曲1本番の折り判だ。ちょっとこのエフェクトいらないな、ジャンタマ配布見てるとき。はい、トン3曲1本番。トン3曲1本馬ないな。トン3曲2本馬の宝珠。ないな。次の半チャンかな、これ。うん。あ、じゃあ、まあ、一度見たかな。はい。じゃあ、そんな感じでした。はい。まあ、2つ目もあるんで、今回はトンプー戦だったんで、こんなもんで。はい。いいかな。はい。どうしよう。つなげるかどうしようかな。どうしよう。つなげちゃうか。27分。うん、つなげちゃうか。あれ、俺が間違えたか、これ。ん？あれ？コピーするの間違えたかな。間違えてないと思うんだけど。これがさっき見たのと同じやつだったら、俺は間違えてるが。これ見てないな。ちょっと、じゃあ、メッセージは違う配布かなと思います。はい。トンさんの曲、もしかして、あ、そうか。送っていただいたのが、ま、文章のあれが間違ってる可能性あるから、トンさんの曲1本場、2本場があるか見るか。ないな。まあまあ、まあ、そうか。まあ、とりあえず俺の場合別に細かいこと言ってると思うんで、まあ、いいかな。特別指定してね、その、ここどうでしたかって言われなくても、まあやってると思うんで。はい、じゃあまあこんな感じで、2つ目いきます。はい、同じくトンプー戦で、はい、ペーチャードラグマン。まあトンプー戦は難しいんだよね。はい、何キル？トンキル。うん、厄介重なった、ペイキル。なチーマンからね。うん、まあ別にペーポンしてリャメ。パーツは足りている。6チッパとか、ウーマン2枚使いとか、まあ、そういうの見るので、初切っても何ら問題ないし、まあ形決めてもいいしね。そうですね。はい、特別なんとも思いません。うん、これに関しては。はい、これローソーパースを外していく。もうほぼ形決まってるんで、リアンソーは2件の現物と筋だから、2ピンよりリアンソー残していく。丁寧でいいと思います。4統一だけど、そんなチートイとかいらないから、リアンソーを普通にまっすぐ切るか、まあ数ピン切るかか。まあチートイはさすがにトンプー戦でこんなん見ないんで、リアンソー切るか守備的な数ピンな。まあ俺はリアンソーで普通にドラドラあるんで、はい、まあこのお茶さんもリアンソーを切るわな、切ると思う。はい、ローピンチーからは行くが、ここでリアンピンスーピンペイどれ切るかって話か。まあペイ切りでいいかな。ザンクあるし受け入れマックスで。はい。はい。トイメンが2フロ入って、でテンパっていく。そうですね。まあもうザンクあったらもうトンプー戦は全部もう目つぶって押せばいいんで。はい。そうですね。トイメンが一応何だったんだこれ。トイメン 何があるのこれ。薬杯白、初、チュン、トン、シャー。なんだ赤ウソ先引いて。ファーストポン。1、2、3の3色でいいのかな。いいと思います。ちょっと待って、わかんない。そうですね。まず、イーソー規定、関連層固定なんでね。はい、一応3色のね、わかりやすいというか、いつも可能性はありますけど、113から1を切って、関連層固定して、っていう形なんで、普通、まあ、113から、ね、1切って固定って具形なんであんまやらないんで、まあこういうのあったら一応ヒントかな。特にここから安牌とか出てくるとね、結構そうですよね。後付けとかでも113、例えば113層でシャーとかから1層は切らないからね。そうなると1通とか3色かなっていう感じで。でトイメンは、こんな感じでした。ああ、そうか。ファーストでポンテンね。3ピン点。はい、とにかく来ちゃうとドライピン。白切る。まあ、横移動じゃない。自分上がったの。自分が数ピンでザンク上がった。はい。まあ、手配も悪くないんで、普通にとりあえず行きます。ちょいむずか。まあ、ペンチャン外しでいいかな。単4もあるし。いいと思います。まあ、パーピンからで、ちょっとあんまここ丁寧にローピンとかチーピンフォロー俺いらないかな。トイメン、カメちゃんに対する安定感が違いすぎるな。パーピンで。いいピンで。パーピンで。ここら辺からか。そうですね。まあ、数ピン切るかな。一応、上茶が、なるべく当たりづらい牌切って、これなぁ、まあ、リャンマン、スーマン、別に上茶が本一なわけじゃないし、まあ、リャンマン、スーマンでいいかな。まあ、テンパイチャンスでいったら3層だけど、まあ、リャンマンスーマン切るな。いいね。まあ、ウーマンフォローを見て、リャンマンからでもいいし、神ちゃんの現物。はい、1点取っていく。リャンウソ待ち。そうですね。こんな形からパース落ち。ちょっと複雑な形だけどね。まあ、絶対泣くかどうかって言われると、リャンソー、リャンソー、パスパス。リャンパス5枚見え。で、まあ、縦受けとかもある。まあ、別に取って何ら問題ないと思います。トップ目なんでね。いい泣きだなと思います。あ、これが補充したんか。ちょっともったいないっちゃもったいないけどな。この時点でリアンマン来てたら当たってるわ。結局振ってんな。うん、まあちょっとこういうのは考えてくれ。うん。あ、そうか。上茶手出し入ってなかった。そうな。いや、この多発生態の段階でもう数万リアンマン手かけたら上茶に補充か。まあ赤あったからちょっと痛い補充になったな。まあ3層切ったらそれは補充は、まあでも結局3層切ったって数層がまあ通ってはない。まあ1層では足んないさそうだけど、スッチ層。そうですね。まあリャンウマンは確かに超純粋な無筋だから、まあそれ嫌ですよね。かといってチーマンとかもおかしいし、まあそもそも上茶が残酷あったけどね、先天かもしれないんで。そうですね。まあこういうのは難しい。はい。残酷補充してしまって、はい、赤補充してしまって、はい、トン3局。なんちゃドラチーソ手配はまあとりあえず普通に組み立てる。リャンソ切る。ドラひっついた。数ピン切る。まああとはまあいや泣くかどうかぐらいだもんね。リャンマンチーから1000点いくかどうかか。リャンマンは1枚目、順目は早い。そうですね、23000。まあ俺は泣きます。泣いて、まあ、一応9層を切ってチーソーだけずっと浮かしとくって感じで俺は打ちますね。まあチーソーロースを引いた時だけ使う。そのためにチーソーを残す。あんまりこれもう3着になっちゃってるんで、もうそんな守備とか言ってる場合じゃないから、さっきの試合と違うんでね。さっきの試合はなんか自分点数浮いてるから、そっから転落だけは嫌だって感じだったんだけど、これもう転落というかそもそも3着だから、遠い面上がったらラスになるし、でもチーして9層かな。ただね、ちょっとね、ローマンチーマンから非常に難しい。これが1000点になっちゃうと、それもそれで結構きついんで、2000点にアップしてどの程度嬉しいかなんですけど、まあ、一応カンパスを天杯からドラタンとかチーソー積もって漫画もあるんで、ちょっとこの全集状況だとね、まあ、一応ローマンチーマンのがねいいっていう人多そうなんだよな。まあ俺は結構ストレートに打ちたい人なんで、リアンマンチーして9層切りでチーソーずっと引っ張ってるんだけど天杯までね。ただちょっとこれは分からん。一応ローマンチーマンのが安定するっていう人のが多そうだから、一応ローマンチーマンを模範解答にします。するか。リアンマンするか。まあ、面前でどれぐらいでいけるかをね、こういう時は考えましょう。俺はまあ、面前転配してこれがリーチするっていうのはちょっと具形2つあるんで、まあ、あとは泣いたとしても、模範解答で言うとね、ローマンチーマン切れば、まあ、チーマン縦引いたら、チーソー縦引いたら、マンガンまで見えるんで、最低でも2000点。3ピンの大民間とかもあるしね。って感じで、まあ一応リアンマンチーしてローマンチーマンってことにします。ただ赤嘘引いた。そうなったらまあ3万来て、もう小さまで引いてくる。ものすごい相撲だな。ドラ立て続けに2枚引いてくる。まあ結果オーライ。いや、おい、相撲やばすぎやろ。ただ、ちょっとこれむずいな。まあ、シャーシャーでいいか。嘘チーソーちょっとあまりにもったいないもんな。かといってローマンチーマンもさすがになって感じだもんね。まあ消去法でシャーで。はい、あんこ一つあるんで、まあ、白ポンして、いけるしね。テンパイはしないけどね。はい、まあ、あんこなくても別にいいですね。ここが瞬発だとしても別にシャー来て、シャー来て、白ポンして、ヘッドレスに構えてもいいし。はい、でシャー切る。ツモが止まってしまったな。トイメンも怖いな、これ。赤々さらしてる。うん。ここでリャンマンをちょっと止めていく。どうだろうな。確かにトイメンのテンパイ率は結構高いか。トイメンのちょっと泣き見ていく。トイメンまず、ここで関数マンチ、パーソー切り。で、ウーピンポンでローソー切り。ターツ落としてきた。で、この後にスーピン手出しか。そうですね。で、リャンマンちょっと止める感じで瞬切った。トラヒリ。まあ、これはもういいんちゃう。さすがにリャンマン以外な。うん。ああ、後付けテンパイ。そうですね。いいと思います。はい、あとはまあ全部いくだけなんで。上がっていくナイス。一応トイメンの仕掛けだけ見ておきましょう。これで、関数マンチパーソー。で、ローソー。で、あ、違う違う。ウーピンポン。もう終わっちゃった。関数マンチパーソー。で、このウーピンポンでローソーね。はい。ここからは、まあ特別ないですね。まあ完治層のドラ受け払ったとはいえ、まあ、別に何が出てきても別にそんなおかしくはないか。はい。まあ一応見よう。はい。まあ、ピンズがいっぱい切れてるんでね。まあ、あとは、ソーズだったらまあスッチーソーだけ。ソーズだったらスッチーソーだけで、まあマンズだったらまあ、まあまあ別に何でもというかまあ、ですね。はい、手配開けてみる。ここで、ダブルバックでしたね。はい、この時点ではね。はい。確かに、消去していくと、ピンズがあまりに見えてるから、ピンズない。マンズ、そう、で、薬杯があまりにも見えてないのか。トン、ションパイ、ハツ、ションパイってか、薬杯何も見えてないな。全然、意識してなかったけど。薬杯何も出てないや、場に。こんなことあんの？ちょっとそこに注意いかなかった。申し訳ない。まあ、そうだな。まあ、だからといって別にバックが確定するとかじゃないけど。まあまあまあ。そうですね。まあ、基本的には街がなんかよくわかんないっていうか、どこが残ってんのかなってなると後付けっていう感覚でいいかな。泣き読みとかして、クイタンだったらどこ残ってるかなって考えると、いや、どこも残ってねえぞってなると、後付けを疑った方がいいかなと思います。はい、じゃあ、オーラス、親でドラが嘘。今、そうだね。今の上がったからでかい。で、ラッスルパターンないか。まあ、一応、下茶にハネマン宝珠だけはラスだけど、まあ、ハネマン宝珠とか考えなくていいんで、まあ、自分や回答打ち出し上がりに行く。はい、まあ、イーマンチュードとりあえず来ていく。あ、チューン重なる。ダイレクト受け重視ね。いいと思います。まあちょっと早い段階でペンチャン外すとかもあり得たんだけど、ただ、ペン3層からでも泣く手だから、そんな悪くない。ペン3層から泣かない手の廃効率だとちょっと、あれだったけどね。ローピンツモか。まあこれは3ピンでいいかな。いいっすね。ここら辺もね、もう安定感あるな。チートイツいいシャンテンだけど、ちょっとチートイの手じゃないしね。両面で。3品ね。やっぱちょっと、かなり麻雀打ち慣れてるっていうのがわかりますね。こういうのもね。で、トイメンからリーチか。まあ、これはさっきのオーラスと近いな。ハネマン振っても OK で。積もられて3着だし、何も降りるもんない。ただ全治するっていうだけで。さっきと同じだな。ただただ全て全治するだけの。で、あとはあれか。テンパイ取ったらトップか。で、あと、終盤になったら降りるね。ただ前置するってないけど、ここら辺からちょっと、あ、そうだね。いいと思います。はい。要は、上茶脳天なら自分もね、脳天でも、まあ、下茶がテンパってると、乱入しちゃうんだけど、まあ、それはわかんないんで、はい。積もられても、もちろん乱入する。あ、3着落ちるというか、乱入か。羽積もじゃない限りは、太い面にマンツモとかは何入かこれ終了じゃなくてね。はい、はい、まあいいと思います。太い面1人テンパイでトップ狙いで降りる。さすがにちょっとこの順目から薬杯もどっちも泣けなかったしゼロメンツだから きつい、うん、キューピンのチャンスになった。上茶が来たな。やるなこいつ。やるやん。テンパイ取ったらトップだもんね。まあ、上茶も割と自分と同じような状況で、上茶に関してはまあ自分もそうだけどね、うん、自分はちょっと落としちゃうんだよね。振った瞬間に着順をもうしゃあないよね。上茶の立場はこのままだと2着終了するって感じだから K 点取れたら取りたい。着順浮上するから K 点でね、うん、まあもうしゃあないな。テンパイ取られたらな、取られたら取られてる。え、リアンピン9ピン当たってた。ノーチャンスだけどパーピン宣言杯で当たってた。うん、そうっすね。いやでもうまかったと思います両方とも。うん、まあ細かいとこそうですね、いろいろあったね。なんか両面固定するみたいなローマン667から6切るとか、なんかまあ要所要所では面白いポイントあったかな。あとやっぱ最初の試合のオーラスとかね。うん、はい、そんな感じかな。はい、まあ十分言えたと思うので、まあ、あとこの曲の補充とかもな、まあ結果的についてなかったけど。はい、はい、まあじゃあそんな感じでした。はい、じゃあどうも配布検討ありがとうございます。またいつでも持ってきていただけたら、はい、いいかなと思います。では、今回も配布検討やってきました。見ていただいた方もありがとうございます。では、失礼します。お疲れ様でした。